まずは翔太郎のドラマの脚本です。翔太郎の脚本ではコンビニの店内でタバコを吸っていた男にタバコをやめてくださいと注意した大学生が殺害されたというふうになっていますが、滝中の供述だとこうなっています。店の方が騒がしくなって見てみたら、店内からタバコをくわえた男性と若い男性が出てきました。声は聞こえませんでしたが、おそらく若い男性がタバコをくわえた男性に注意をしていたんだと思います。店内でタバコを吸おうとしていたんですかね。若い男性に対してタバコをくわえた男性が切れているようでした。しばらく口論していましたが、そのうちタバコの男性が若い男性に殴りかかりました。かなり頭に血が上って誰も止められないような感じでした。若い男性は抵抗もできない感じでしたというふうに滝中は供述していました。翔太郎の脚本では店内ですでにタバコを吸っているということになっていましたが、滝中の供述ではタバコを加えた男性と若い男性が出てきました。タバコを加えていただけというふうに供述しています。すでにもうここで供述と翔太郎のドラマの脚本でかなりの差があります。実際の事実と異なっているというところが榎木田院長の復讐につながっているような気がします。次はこのシーンです。アリサが翔太郎の車椅子を持ってきて、工藤さんこれに乗ってというふうに言っていましたが、この翔太郎の車椅子を持って行ってしまうと、翔太郎はこの病室から動けなくなってしまいます。そしてさらにこう言いました。何かあったらナースコールを鳴らしてと言いました。ということはアリサはこの車椅子を持って行ったら翔太郎がこの病室から移動できないということを分かっているわけです。にもかかわらずアリサは工藤刑事をこの車椅子に乗せて連れて行こうとしました。よく考えれば翔太郎をこの病室から移動できなくするために車椅子を持って行ったということも考えられます。さらにナースコールを押してということは、ナースコールを押しても誰かが来ない可能性だってあります。それを考えるとアリサは怪しいのかなというふうに思わせる場面ではないかと思いますが、アリサが本当にこの事件に関わっているのかどうか、そのあたりが気になります。アリサが工藤刑事の車椅子を押しているとき、少し画像の感じが一瞬変わる部分がありました。これは一体どういう意味なんでしょうか。アリサに何かあるという、そういうことを表しているのか、榎木田院長が前のワイフが休館から持ってきたと言っていたこのチャイコフスキー班がコレクションしていた体の一部、これは石原医師がコレクションしていたわけですが、西垣さゆりが休館から持ってきたということになるんですが、休館といえば宇田川の遺体が見つかったのが休館です。その休館にこのチャイコフスキー石原医師のコレクションが置いてあった。警察はこれを見つけることができなかったということになるのではないでしょうか。それを西垣さゆりは発見した。これを見てもこのドラマ内の警察が役に立たないことがわかります。チャイコフスキー班である石原医師が逮捕された後に、アリサは翔ちゃんが心配なので部屋に戻りますと言って一人で戻っていました。ここもおかしいと思います。犯人はチャイコフスキー班と病院班二人いるということは分かっているはずです。なのになぜアリサ一人で行かせたのか。警官が一人ぐらい一緒について行ってもいいのではないかと思いますが、なぜかアリサが一人で病室に戻るというのがちょっと
おかしいなというふうに感じました。この予告を見る限り、西垣さゆりも停電した後に翔太郎の病室に行っています。院長も停電した後に翔太郎の病室へ行っています。これを見る限り、榎田院長だけではなく西垣さゆりもやはりこの病院内の殺人事件に関わっているという可能性がかなり高いと考えます。最終回を前にしていろいろな話が出てきています。三上誠一は加害者なのか被害者なのか、アリサは犯人側なのか、石原医師はなぜ殺害をしたのか、榎田院長から出た復讐の意味とは、ベッキーさんがツイッターで最終話やばいです泣いたとツイートしていました。この泣いたというのはおそらく例のラスト5分のことだと思いますが、よほどすごいことが起こるのではないかということが考えられます。赤いナースコール最終回第12話は9月26日月曜日夜11時6分から放送です。最後の1話楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。